水道。水道は、水道は、英語では、水の供給を、ウォーターサプライ、または、ウォーターサービス、その設備を、ウォーターワックスと呼ぶ。水道は大別して、上水道、中水道、下水道、簡易水道、工業用水道がある。より一般的には、上水道水曜日を指して、水道と呼ぶことが多く、日本の水道法においても、 水道を、導管及びその他の工作物により、水を人の引用に適する水として供給する施設の相対と定義しいる水道法3条1項本文。臨時に施設されたものについては、水道法上の水道からは除外される水道法3条1項正し書き。水質汚染に対応する水処理は、下水だけでなく浄水でも行われている。取水や、 排水の際には、ろ過や沈殿業種、消毒などの処理が行われており、浄水の水質を保ち、排水によって環境を汚染しないように考慮されている。水質の維持や異臭などに対応するため、高度浄水処理も行われるようになり、活性炭やオゾンなどが用いられている。20世紀末から、機関投資家などが水道民営化、 世界潮流へ消化させた。この記事で何度も登場するベオリアウォーターは相当機関化されており、各機関投資家の保有率は2018年現在0.5%未満にとどまっている。歴史を通じて人々はより便利に水を取得して利用する装置、機関を考案してきた。水路を使用した水道の発祥地はバビロニアと言われる。 衛生学の未熟もあって、上水道が十分に整備されていなかった時代、コレラや赤痢、チフスなどの病気が流行した。また、特に体力の弱い乳幼児は、不浄な水の摂取による下痢による脱水症状で、毎年多数が死亡している。2004年には、世界の約35億人、全人口の54%が、家庭で水道の配管を通して、水を利用した。 別の13億人、同20%が家庭以外の水道で安全な水を利用した。さらに別の10億人、同16%以上は安全な水を利用できなかった。水道先進国のフランスは国土に小規模の都市が分散しており、19世紀以前より都市ごとに民間企業が水道を建設、運営してきた。20世紀に入ると、 民間企業の統合が繰り返し行われ、後に世界を代表する水企業となるスエズエンバイロメントやベオリアウォーターが生まれる土壌となった。国の法制度は1962年、1992年に水法が制定され、上下水道は地方自治体が直接または間接的に手掛けることとなった。2010年時点で上水道の71%、 下水道の55%が民間で運営、コンセッション方式イコール公設民営されている。事情は首都から変わりつつあるが、それについては講述する。水道事業は住民の健康に直結するが、その公共性に関わらず民営化される。マーガレット・サッチャーは1987年総選挙後から、水道管理公社、ウォーター・オーソリティズの民営化に本腰を入れた。 1989年、国民の8割が民営化に反対した、オブザーブ、1989.72。それでもサッチャーは7月に、新水法を成立させた。議会法で設立された、法定水道会社は5分割されて、そのうち3つがゼネラルデゾー、原微便利とリオン水道、1997年から、スエズとサウアーの参加となった。 12月に売却された事業規模は BP73 億ポンドとブリティッシュしたに次ぐものとなった。ベクテルの絡んだコチャバンバミズ紛争で水道民営化は未遂に終わった。世界金融危機の前後ではメガバンクや大金持ちが水道支配のあり方を統合しつつある。メガバンクとは例えばゴールドマンサックス、JP モルガンチェイス、シティグループ、UBS、 ドイツ銀行、クレディスイス、マッコーリー銀行、バークレイズ、ブラックストーングループ、アリアンツ、HSBC、その他を指す。大金持ちとはや、ジョージ HW ブッシュである。彼らの投資先とは、まずゴールドマンの例だけで、子会社に水道事業を持つ、イギリスの水道設備会社、コカ・コーラ等に水を供給する、チャイナ・ウォーター・ド・ドリンク・スインク、申請の公共事業である。 ナルコにはランベールもアポロという名前で関係し、ケルダにはシティグループや HSBC も関係している。クレディスイスはゼネラルエレクトリックやと組んでインフラ投資を予定している。JP モルガンはロックフェラー系の UBS などと組んでイギリスのを買収した。そしてミューチュアルファンドやヘッジファンド各国の公的年金までが水道事業へ投資をしている。 水道貴族による水支配は止まるところを知らない。2010年、フランスの首都パリはベオリアとスエズへ委託していた水道事業の最高栄華に踏み切った。1980年代、ジャック・シラク大統領が2つの運営体制を導入した。取水から浄水までを担う第三セクターと民間の給水サービスである。前者をパリの水管理会社、 セイジップといったパリシュとベオリアとスエズの共同出資によるコンセッションであった。給水サービスは住み分けがなされた。セーヌ川の右岸をベオリアが左岸をスエズが担当した。給水サービスの施設建設は自治体が行っていたアフェルマージュ。1990年代以降、水道料金は2倍以上となって市民の不満が高まった。 世界金融危機の2008年、水道事業の最高営化を公約の一つに掲げたベルトランド・ラノエが市長に再選された。市長は2009年コンセッション契約を打ち切り、セイジップの株式を買い取った。こうして5月にパリの水公社を設立した。2010年1月からは同行者が給水サービスも行うことに決まった。最高営化により、 ベオリアとスエズ両社の子会社及びセイジップが留保していた利益や株主への配当金のほか各種納税の必要がなくなったため3500万ユーロが節約できた。後者に対するガバナンスには広範なステークホルダーが参加している。なお、イルドフランス水道組合はベオリアへの委託を継続している。室町時代後期、戦国時代相模の戦国大名法上。 宇治安によって、小田原城城下町に、小田原早川城水が建設されたのが、最古の記録である。さらに1583年、天正11年には、豊臣秀吉によって、大阪城の城下町に、日本初の下水道対抗下水、世割下水が建設された。その後、1590年、天正18年の小田原征伐において、水道を目の当たりにいた。 徳川家康など諸大名により、江戸に神田上水や玉川上水、仙川上水などの水道が建設された。これは、幕府が置かれた江戸の発展に伴い、市中沿岸に埋め立て地の造成が必要となり、この造成地の真水が不十分となったためであった。各個まで給水をするものではなかったが、神田上水、玉川上水、仙川上水等の疎水工事によって、江戸市中は、 水の至らないところはないと言われほどになった。しかし、その隙をつくように長崎へはこれらが上陸し、長崎海軍練習所が日程を中断しなければならなくなるほどであった。横浜も状況は類似していた。明治初期の水道士は惨憺たるものであった。西南戦争の起きた1877年には長崎から来たこれらが大阪で蔓延し、 罹患者およそ1600人、うち死亡者およそ1200人を数えた。ここに西洋の近代的水道を導入する強い動機があった。オランダなどから親とい外国人を招いたり、民間事業者を募集して空振りに終わったりしながら、公衆衛生の確保のため三府、五甲などの主要都市や栄術、陳府の設置された軍徒を中心に浄水道を敷設、 1888年に簡易水道込みで普及率2%を確保した。一般には近代化の相当進んだ時期とされる対象末期ですら普及率は20%にとどまった。その後、第二次世界大戦期は地下断水によるざる給水に甘んじた。戦後復興と高度経済成長期を経ては、公社債の大量発行によって飛躍的に普及し、 50%台、おおむね1975年頃には一部を除き、日本全国に浄水道網が完成した。一方で時代がさらなる生活用水と工業用水を需要したので、各地でダム建設など水源の確保が図られた。水道への投資は害して不況対策であった。オイルショック時の公共投資で8000億円超、1978年に、 水道普及率が90%を超えた。貿易摩擦の時代は投資額が1.2兆円をなかなか超えられない状態が続いた。金融ビッグバン期の公共投資は1.6兆円を超えたが、2000年代初頭に投資額が1.2兆円を下回った。不況対策は財源が尽きていった。各自治体の財政が独立採産性に傾くにつれ、水道法の改正が進み、 第三者委託及び登録検査機関が制度として設けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。